カーフを思いっきりスイングして空振りとかするといつもヒヤッてするそれがカットされたらうっていうことそう <laughs> 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 あれ思いっきり蹴ったよってカットされたらカットされたらやばいよね相手がかわさないでカットしたらね<あ>クリス・ワイデメンとかアンディソン・シルバーになる<ー>そうやって怖くないですか井上選手もカーフ蹴るときカットされるっていう いやでも、自分はあのカットされても大丈夫な蹴り方はあのであ。あ、多分ね。ペチペチっていう感じでやるじゃん。あの堀内選手の。<laughs> あの、カーフあれ思いっきりですもんね。そうですね。あれ思いっきり踏み込むよね。怖いよ。<laughs> フリスワイドマンみたいになっちゃいますよね <laughs>。怖いですよ。 ワイドマンもあれですもんね。にあのニューヨークのジムで一緒にやってたんで。ああ、そうですねシェラロンド、ね、MMA チームで。はい。その自分がジャブがうまいって言われて、お<ー>ジャブを教えてくれみたいな感じで言われたんです。よねその時自分が行った時に、お<ー>ワイドマンから。まあでもそれぐらいの関係ですけど。<laughs> <laughs> <laughs> ワイドマン。 アルジェメン・スターリングもいますよねアルジーン・スターリンスグと練習してみるんですかガチのスパーリングとかもやってましたね。今、UFC チャンピオンですよ、スターリング選手。いや、パンタム級のね。Yeah, <so. S 1> どうですか、やっぱり強いですか、UFC ファイターは。いや、強いですね、やっぱ。レスリング、本当にうまいですね。Oh. 捕まれたらもう 全然逃げれなくてケージに押し込まれケージレスリングすごいうまいんですよねスターリングああ佐々木夕空選手も言ってやったよね<や>ケージレスリング、ね、あもうまでも抑え抑えられたらもう終わりやっぱりはい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  フィジカルの差もありますかねフィジカルと、うん、技,術の技術も結構差あるかなって感じですかねほうほうほう